若松静子から1896年2月10日は教育家、翻訳家、作家、岩本義春の妻、別名に岩本賢子、バーネットの商工誌の名役で知られ、日本で初めて少年少女のためのキリスト教文学を紹介した。1864年3月1日に、 ア津藩藩士、松川勝次郎正義の長女として、ア津藩城下の阿弥陀町に生まれた。本名は、松川孔子であり、孔子の名は、誕生年の江戸にちなむ。孔子が一歳の時と正義は、恩密となり、1868年の母親戦争は、父不在の間、母と孔子と、妹、宮だけで過酷な状況に耐えた。なお、 孔子の母に関しては詳しいことは分かっていない。父勝次郎正義は、翌年、藩の違法先、都南へと去り、そこで、行方不明となる。また、母は1870年に、過労過労が、たたり、合図で28歳の若さで病気により没した。1872年、6歳の孔子は若松に、来ていた親戚の横浜の織物商、山城屋。 バスケの番頭、大川は兵衛に見込まれて、幼女となる。しかし、方言も土地も何もかも違う、新天地で塞ぎ込みがちになってしまったため、養母の勧めもあり1871年プロテスタントの、宣教師、メアリー・エディキラーの英語塾に入塾し、アメリカ式の教育を受けた。 そして1877年13歳の時、日本キリスト公会で、稲垣新牧師より受選した。1882年6月29日、18歳になった講師は、フェリスワエー女学校の高等科第一回生として卒業し、校長の強い要望もあり、母校の教師として教壇に立った。この頃に名乗った、島田聖は、 父の恩密時代の仮のせいという。1883年、養父が亡くなる。養父は1841年4月のフェリス、増改築の落成式で女性の社会的地位向上や、女子教育の必要性などを解くなど、フェミニスト運動に先駆けた活動を精力的に行っていた。1885年、上京していた、勝次郎正義のもとへ復席した。 すでに肺結核を病んでいた。フェリスに講演に来た岩本義春と知り合い、彼の勧めもあり1886年、彼の主催の女学雑誌に、寄稿文、旧気とのトト、スと、誌、木村投稿、弔い笛誌を、若松静子名で掲載した。若松は、故郷の名であり、静子は、神の下辺の意という。他に、静、静、傍女。 地図の女、などのペンネームも用いた。講師も、かゆき子と書いた。1889年25歳の時、岩本と横浜海岸協会で結婚し、フェリスを退いて、吉原の明治女学校で教鞭を取った。この時結婚式で夫に送ったアリス・ケアリーの詩、ザブライダルベールは、男女平等を前提とした詩である。夫妻は後に、清子、商民。 タミ子の三人の子を授かることになる。五十余編の記事を女学雑誌に載せ、特に1890年から翌々年にかけて、同誌に連載した翻訳小説。小降誌は森田試験や坪内逍用に激賞され、長く少年層に読み継がれることになった。加えて、本作は原文一致体という観点からも軽んじることは、できない。 1894年からは、英文誌、ザ・ジャパン・エヴァンゲリストの婦人欄と、児童欄を担当し、日本の行事や、習慣の紹介を74編掲載する。家事と育児と執筆の多忙な中で、講師の結核の病状は進行していく。1896年2月10日、明治女学校が炎上した5日後に、校長者からの避難により、病状が悪化し、 東島地区下六番町の家宮において、肺疾患に、心臓麻痺を併発して死去した。去年三十一歳。遺体は、染め墓地に葬られた。墓碑には、若松の遺言に従い、静子の虹の実刻まれている。樋口一郎が若松に送った、哀悼家とはばやと思えひしことは虚しくて、今日の嘆きに合わんと、闇し、比較的、新しい文に限った。 ABCDEFGHI 日本女性人名、辞典1998、P1128、ABCDE 作家の臨終防止辞典1997、19 P362、夫人と文学、宮本ゆり子、女流文学者、若松静子死去、読売新聞長官、ピアニッシモ、さん、ありがとうございます。